ピーツコーヒーティーはサンフランシスコベイエリアに拠点を置くアメリカ合衆国のコーヒー焙煎小売事業者。1966年にカリフォルニア州バークレーでアルフレッド・ピートがピーツコーヒーティースパイシズとして創業し、ベイエリアのみならず全米でも早い時期からフレンチローストやエスプレッソ向けの深入りのアラビカコーヒーを焙煎したてのコーヒー豆の小売りと 店内で入れたコーヒーとして提供したことで知られている。アルフレッド・ピートは子供の頃、オランダに住んでいる間にコーヒー関係の仕事になじみを持った。35歳でサンフランシスコへ移り、1960年代からコーヒー焙煎の仕事を始め、1966年に独立店舗としてピーツコーヒーティーをバーグレイに開店した。この最初の店舗は、 カリフォルニア大学バークレー校に近いノースバークリーの通称グルメゲットを認知するウィルナッツ通りとバイン通りの角に現在も存在している。1960年代末から1970年代を通し、1980年代まで毎週ピーツの店の行列に並んでコーヒー豆を買うことはベエリアの住民にとって儀式のようなものになっていた。この最初の店舗には 展示空間が設けられており、創業者ピートのゆかりの品々やかつて用いられていた器具類などが展示されている。ピーツの歴史はコーヒー専門店としてより大きく成功したスターバックスよりも前から事業を始めており、スターバックスの事業にとっては先行モデルとなった。シアトルに拠点を置いたスターバックスの3人の創始者はいずれもピートと個人的な面識があった。 1971年にスターバックスが最初の店を開いた時には直接ピーツからコーヒー豆を仕入れており開店後1年間はこの体制が続いたピートは1979年に事業を去るボナビータに売り渡し自身は顧問教師として1984年まで社に留まった1984年スターバックスの創業者の一人で かつて、ピートの事業のパートナーであったゼリー・ボールドウィンが、共同経営者で、コーヒー焙煎の専門家ジム、レイノルズや、他の投資家具ツープとともに、ベイエリアのピーツ4店舗を、ボナビータから買い取った。1987年、ボールドウィンとピーツの所有者たちは、スターバックスのチェーンを売却して、ピーツの事業に集中することになり、新たに、スターバックスの所有者となったハワード・シルツは、 5年間はベエリアでピーツに対して競争を仕掛けないという協定に合意した。2014年にマイティーリーフティー、2015年にスタンプタウンコーヒーロースターズとインテリジェンシア、コーヒーを買収した。経営会社であるジャド・ピーツは2020年からユーロネクスト・アムステルダムに上場している。ピーツは2010年の最初の四半期の時点で全米に193店舗の 小売店を展開していた。その大部分はカリフォルニア州に集中し、州外ではワシントン州、オレゴン州、コロラド州、イリノイ州、マサチューセッツ州に店舗があった。ピーツは空港など交通の乗り換え地点に店舗を構えていることがあり、ヒューストンの2つの主要空港であるウィリアム・ P ・ホビー空港とジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港。 ネバダ州リノのリノタホ国際空港、ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港、フィラデルフィア国際空港、サクラメント国際空港、そしてサンフランシスコベイエリアのすべての主要空港に店舗がある。2008年初めにはベイエリア高速鉄道の多数の駅にピーツのキオスクが開設されることが決まった。大学のキャンパス内に設けられた最初の本格的店舗は、 2003年に開店したスタンフォード大学のジェームズ・ウェイチ・クラークセンターであった。ピーツのコーヒーはその後スタンフォード大学内のすべての食堂で提供されるようになっている。2005年にはカリフォルニア大学バークレー校が既存の食堂施設を拡張する形でフランチャイズによる店舗をキャンパス内の同意ネルホールに設けた。同様に2009年には ウィスコンシン大学マディソン校、ビラノバ大学、メモリアルユニオン、カリフォルニア大学サンディエゴ校に店舗が設けられた。売国内最大のピーツの店舗は、イリノイ州エヴァンストンのノースウェスタン大学のキャンパス近くにある。ピーツコーヒーはアメリカ合衆国の数多くの食料品店で取り扱われている。ピーツはスターバックスよりも拡大のペースは緩やかであったが、 コーヒーと紅茶の小売りに注力し、店舗で用意されるコーヒーの種類もスターバックスより絞り込んできた。ピーツは現在ももっぱらカリフォルニア州で展開しているが、後日のように他の大都市圏にも進出しており、短期間ではあったが東京に4店舗を出店していた時期もあった。ピーツは2001年から2005年までテキサス州オースティンでも店舗を構えていた。 ノースバークレイにある最初の店舗。2001年1月、ピーツコーヒーティーの株式は、ピートの略記号で公開された。株式公開の際には、非常に高い評価を受け後は、株価は伸び悩んだが、以降は安定して利益を上げている。2011年5月時点で、 ピーツの時価総額はおよそ6億3600万ドルで、スターバックスの272億ドルと比較すると、その2.3%に当たる。2007年、ピーツはカリフォルニア州アラメダに焙煎工場を開いた。この新工場は、それまでのカリフォルニア州、エメリービルにあった工場に変わるものであり、新工場はリードが認定する、グリーン施設となっている。 2012年、ピーツは同社がドイツの企業 JAB ホールディングに9億7400万ドルで売却されたと発表した。JAB ホールディングは持ち株会社であり、各種の消費財を製造しているレキットベンキーザーの大株主である。JAB ホールディングはこの年にカリブコーヒーも買収しており、4月5日にカリブコーヒーはコロラド州デンバーとミネソタ州、 アイオワ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州西部、ノースカロライナ州、カンサス州の範囲外にある店舗を閉じることを発表した。この時点での全店舗のほぼ半数を占めていた蒸気以外の地域のカリブコーヒーの店舗はピーツの店舗として解消されることになった。2017年、中国の上海に出店した。ピーツは、 本国での店舗数がまだ64店舗だった2002年に日本に進出し、日本一号店を東京都港区南青山三丁目に設けた。六本木や神田商船町にも展開したが、その後、ほどなくして撤退している。ピーツには熱心はファンがおり、ビート肉にかけて、ピート肉と称されることがある。ピーツは、コーヒー豆と入れたてのコーヒーの両方を小売する、業者としては、 最も早い時期から特別な高級コーヒーを提供し、それまでアメリカ合衆国で一般的だったコーヒーに比べ、より長い時間をかけて豆を焙煎し、より濃い色に入れた苦味が強く酸味が少ないコーヒーを広げた。このためピーツはグルメコーヒー事業を創始した企業の一つとみなされている。イギリスのユニオンハンドローステッドコーヒーは1990年代、 はじめに、ピーツで働いていた二人のイギリス人が創業した企業である。スターバックス同様、ピーツも相当数のパートタイマーや短期雇用従業員を雇用しながら、正社員にも時間給の従業員にも様々な福利厚生を提供していることで知られ、エコノミストやメディアから成長するサービス経済のモデルと目されている。2010年の時点でピーツは健康全般しか、 視力についての保険を週平均21時間以上、通算500時間以上働いたパートタイム労働者に提供している。ピーツは2002年以来、労働組合の組織化の働きかけの対象となっている。当時はカリフォルニア州サンタクルーズのピーツで働いていた労働者たちが全米食品商業労働組合のローカル839に参加することを目指して、 活動をしていた。2003年8月、ピーツ経営陣の一時的な反、組合ロビー活動が功を奏し、サンタクルーズの221号店で働いていた従業員たちは投票の結果11対6でアフシダブルに代表権を与えないことを決議した。この組合組織化の試みとその失敗は、主にベエリアにおいてピーツと その労使関係に対するメディアの関心をより高めることになった。売上や収益などの面で会社の業績が好調であることが広く報じられている中でとりわけ経済動向の悪化を受けて賃金の切り下げや福利構成の交代が行われて以降従業員の間に不満が高まっていることが小売業の従業員へのインタビューに基づいた複数の記事で報じられた。 収益の拡大も、離職率も、企業側が、作業時間管理者の導入や、接客の提携化、方針違反を是正するための点数制度などを通して、労働者効率の向上にどう取り組むかに大きく、関わっている。ピーツは一方で、従業員に作業速度を上げることをし、安全に問題がある状況を押し付けながら、賃金や福利厚生の待遇を切り下げている。 という従業員たちの主張に対し、会社側の広報担当者は、我々は、すべての従業員が公平に、また敬意を持って扱われている現状に、非常に満足していると述べた。ありがとうございます。